こんばんは。どうも。つつ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 。こんばんは。よし。こんばんは、どうも。おつみほ、おつ、こんばんは。どうも。ちゃっちゃららちゃっちゃちゃちゃん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 。こんばんは。そうなの、お話し会の受付一旦明日までで区切りなのですよ。そう、なんか忘れてた方、最後にもう一度追加したい方、待ってます。やっほー。マイム感みつらみくよいしょ。お疲れ様です。おつー、おろちさん、かわいい、ありがとう。じゃんじゃんじゃ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 ん。こんばんは。どうもー、こんばんは。ラホー。すごいアホ毛が。おつでーす。あ、2期生の3周年ライブの受付も明日まで。わあ、全部明日で終わっちゃう。お忘れなきよう、皆さんお待ちしています。話し会と話し会と二期生ライブ、こうしよう。よしよし。え、マイメロいます。マイメロをかぶったシナモンだけど、ほぼマイメロ。マイメロめっちゃ大好きってわけじゃないけど好きなんですよね。この中でどのキャラクターが好きかって言われたらマイメロね。パシェが色違い持ってるのと、あとユキリカがさっき LINE が来ててお揃いって来てた。これすごくない？みんな同じものに惹かれてる。かわいいよね。耳4つある。マイメロ風シナモンってとこですかね。かわいい。みんな持って、そうすごいよね、好みが。あとサメのキーホルダーみたいなのもあったけど、迷ったけどやめとこうと思って。ちなみにでもこれは900円でゲットできました。結構検討したんじゃないですか。頑張ったんじゃないでしょうか。1000円いかんかったけん、まだ天才まだ天才な気がする。そうでしょ、意外と才能あるいや、あんまりクレーンゲーム人生でやってないんですけど、やったやつもう絶対取れないと思ってるからやってなかったんですけど、やったやつは最近取れてるんですよね。そうなの。え、勝ちだよね。900円でこれ売ってないもん、絶対絶対1300は超えそうな気がする、このサイズの人形なら。これは勝ってる。すごいっしょすごいっしょ。私が欲しいものも取ってほしい。取れるのかな、得意なのかな、分からんのよね。ずっとやったことなくって、全然ゲームセンターはもうプリクラを撮る場所みたいなだったけど、めっちゃ店員さんが優しすぎて、もうなんか「え、これコツありますか？」とか聞いたら、もうめっちゃくちゃもう落ちるんじゃないかぐらいの場所まで持ってってくれて、なんかめっちゃ優しくって、そう、でもこれいけるやんみたいなとこまでやってくれて、でも1回目それでいけなくて、ってなって、あ、もう一度店員さんに配置してくださいって言ったら、もうまためっちゃめっちゃ落ちそうなとこにしてくれてて、それで落ちましたそうびっくりした。
めっちゃ優しかった。もうね本当に、いいんですかこんなにってぐらい。初めて会った店員さんなのによ。しかも常連とかだったらなんかワンチャンそういうことあるかもしれないけど、初めて、その人見放し、そういうことそういう方。いや絶対分かってないよ。だってなんかあのちっちゃい子に話しかけるみたいな、タメ語のなんか分かる、なんかちっちゃい子に話しかける時の喋り方みたいな感じだった気がするんだけど、分かんない。なんか二つ結びだったからもうちょっと若く見えたのかな、分かんないですけど、なんか撮りますねとかじゃなくて、ここら辺だったら撮れるかなみたいな感じの話し方だったから、すごいちっちゃい子と思われてたのか分からんけどいとこと一緒にいたから、いとこと同じぐらいに見られたのか分からんけど、なんかめっちゃ優しかった。そう、私あんまりそういう扱いされることないからちょっとなんかありがたかったですね。そうなの、びっくり、ほんと嬉しい結構もう二十歳という大人になりましたが、今日は水玉にこの髪型っていうのがちょっと幼く見えてたのかもしれませんね、もしかしたら。そう、優しかった、めちゃくちゃ優しかった。なんか二人店員さんがおってめっちゃ優しくって、二人とも、一人目の方めっちゃコツを教えてくれてて、二人目の方がその配置をめっちゃすごいことにしてくれて、そう大きい中学生で思ったのかもしれません、もしかしたら。いや小学生はいけん、やばいって。でも私小味小学生からそんな変わってない、顔、髪とかも、髪もほぼこれ、ほぼずっとこれだから、だからもうほぼ変わんないっていう、意外と。身長もほぼ変わってない、 2,3 センチぐらいしか変わってない。もう小6の時に158ぐらいあったかな、だったからほぼ変わってないそう、だから変わらんちゃ変わらんっていう感じなんですけど、いい感じ、かわいい、ゲット、最高最高。身長分けてくださいしかも私最近厚底履いとるけん、めっちゃ169か170ぐらいありますよ、身長。めっちゃ身長ある人になってる。くどみちゃんも撮って、じゃあちょっとバイト代をもらってだったら撮りますよ。あくんハートありがとう。ちゃ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 、195センチあって、本当に言ってる本当に言ってるほぼ2メートルだが、それは厚底履いたらハブさん並み、そうだよ、多分そうだよね。なんか最近ずっと厚底履いてるから、なんか厚底にもう慣れてきたから、もうね本当高身長よ。厚底のブーツでまだ履いてないのもあるから、それも10センチくらいあるから、めっちゃ楽しみ、早くブーツを、まあもう履いていいんだろうけど、ちょっとまだ履いてない、大事に取ってあるんで、楽しみです、履くのが。厚底のいい感じ、厚底ハマってるマジで、本当に。はじめまして、初見です、やっほー、こんばんは、どうもどうもどうも、ちゃ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 。そう、厚底の景色に慣れたよ、すごね。最初慣れてない時ちょっと違和感あるけど、なんかひょいって感じがして、身長がいきなり高くなってけど、うん、いやヒールじゃダメなんですよ、厚底は。なんかヒールはこうやって足が斜めに上がってるからきついんですけど、歩くん時厚底はもうこうやって全部が高い、平行なまま高くなってるからめっちゃ楽だけど足漏れるみたいな感じなんよ。だけんすごいいいんよ厚底。前からハマってはいたんですけど、前5センチぐらいだったのがどんどん6センチ7センチ8センチ9センチみたいな感じで、そう、厚底の度合いが大きくなったって感じ。
だね。でも歩くのは疲れたくないし、前に足裏をのなんかおかしくなったことあるから足を負傷したことが何個かあるから、何回かあるから、膝とか小指とか足の裏とかね。だからちょっとあまりそのヒールとかはやめとこうみたいなの思ってて、厚底はそのままいけるから、履きやすいから履いてるんですけどね。わからん、なんか病名は足底はついてなかったけど、病名っていうかついてなかったけど、そう、なんかちっちゃなことで自分が足をぶつけたとかだけで足怪我したりとかしてるから、ちょっと気をつけながらね。そう、厚底スニーカー楽だし、いっぱい歩けるからいいんですよ。しかも最近涼しくなってきたから、めっちゃ歩こうっていう心がけをしてて、そう、そうそう、眠たい、もう何時だ、10時半か、そりゃ眠いわねですよ。明日どうしようかな、配信何時にできるかな。チャチャララン、今日はそんな歩いてないかも、5000歩行くか行かんかぐらいやけど、1万歩歩けた日は嬉しいよね。うわー、尾道歩きまくった、坂道多いからめっちゃ痩せそう、すごいいなー。尾道も、尾道とかあと福山とか行きたい。カフェがちょっと新しいの出てるよね、結構できてるよね。だうーん、ねー、9月も終わっちゃうよ、早っ、やばくない。でも10月の予定あんま知らんけん、早く予定を知りたいけど。もう今週で終わりってことか、9月。早、やば、めっちゃ早。みほちゃんの朝ツイ見て、宮島行ったのに人多くて、まだ人多いんや。あ、まだ大学生が、大学夏休みだからかな、ギリ。もう小中学生とか高校生とかもう多分もう学校だろうけど、あ、でもこの3連休は休みだったからか、多いか、うんうんうん、ね、今年あと3ヶ月、やばい、そう考えたらやばい、めっちゃ少ないね、3ヶ月と1週間しかない、今年が終わるのが、やば、それはガチやばい、え、やばっ、やば、早くない、やばいね、一日一日大事に過ごしていこう一日ね、時の流れあっという間、本当に、早、じゃあてことはもうすぐ七並べで決まった SKE さんとの合同ライブも近づくっちゃ近づく。20歳から25歳もあっという間、本当そうなんだよね。でもユミリンさんがそういうことか、 STU 入って20から25の間、あっという間だっただろうな、どうなのかな。25歳の時は私は何し、どんなんだろうね、何してるかな。ね、みほりの誕生日月も終わってしまう、そうだよ、早いよ、もう誕生日があったけんか、より一層9月はより一層早く終わった気がする、すごい、うん、よいしょ、早かったな、ななななななな、ななコートやマフラーもウォーミングアップ始めそう、そんなに？なんか今日は結構暖かかったけど、明日どんぐらいだろう、見よう。明日も結構一日中お仕事がそれぞれドドッドドッみたいな感じであるから、明日恋ラジ
聞いてください。ぜひ NHK ラジオ、あのお便りもお待ちしてます。あと20時からは5周年ブックを一緒に見よう配信もありますので、あ、恋ラジと5周年ブック見よう配信の間にショールームできるかな、ちょっと聞いてみよう。そうしよう。トゥ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 ルトゥ、明日恋ラジ後から8時までの間ショールーム。よし、聞いとこう。そう、明日 NHK 広島さんのいつも出させてもらってるラジオが5時5分からで、20時からはももちゃんとココアさんと5周年ブックを一緒に見よう配信というのがありますね。ぜひぜひ。なんかすごい喋るお仕事が多い気がするね。だねだね。恋ラジのお便りテーマはなんか懐かしいことみたいなやつだった。なんだったっけな。あ、お便りテーマは久しぶりらしいです。久しぶりて、ちっちゃいやつビッグマグです。久しぶりに焼肉を食べましたとか、学生時代にハマっていた趣味を再開しましたなど、あなたが最近久しぶりにしたことを教えてくださいですね。ですですです。ぜひお待ちしております。久しぶり、田中美穂さん久しぶりってお便り誰がいるかな。ちょっと高校の時の友達に言っとこうかな自分からな。でも福岡で危険しな、有料じゃないと。無料で聞けるんけ。だから聞いてないよね。久しぶりに田中美穂ちゃんに会いに行きました。え、そういう方何人かいるんじゃないかな。そういう方も結構ライブとかいそうな気するな。今日これをまとめ髪にしても可愛いな。あ、いいな。これも良かったな。ちょっと見してから。これもいいですね。今頃だけどピンがないか。ドゥ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 、あ、無料か。え、待って、福岡の友達聞いてくれみんな大学かな。あ、まだ休みかな。ドゥ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 、ピン2個ぐらいないかな。ちょっと頑張って今ポーチの中を捜索中。ピン捜索中。1個しか今見当たってない。あ、もう1個発見。いた。とても素晴らしい、押してます、ありがとう。あ、3個見つけた、嬉しい。でもなんかちっちゃいピンだ。ま、今は配信だから前からしか見えないし、ということで適当につけていきたいと思います。そもそももうピンじゃなくてもいけるんじゃないかっていう説もあるけど、女神に先進させたいと思います。ピンが小さくて止まるか不安だが、あ、ピョンって出てきた適当すぎた。いや待って、見えんなら、え、見えんなら一回これをこうやってやった方がいい。見えんなら何だってしていい。後ろを向かないでおけば。で、ここを、あ、ピン落ちた。やばい、 NHK さんの曲が頭から離れん。昨日歌った。明日は NHK 広島だよ。四国からは、あ、1個で止まった。私の髪少な、1個で止まった。え、でもなんかちょうどよく、なんかちょっと出てる。ちっちゃいピン、
こで止まった。え、いい感じやん。元からこの髪だったのかのように馴染んだ。いい感じです。まとめ髪みたいになりました。よし、かんちゃんかわいい、ありがとう。トントントントトン。今日は本当は顔もお休みしようとメイクをしようかしまいか迷ったのですが、お肌のメイクはしなかったけど、やっぱまつげはやっぱいつもしたくなって、今日も軽めにまつげはしちゃいましたね。じゃんじゃんじゃらっちゃっちゃん。からお肌は休みたかもしれんな。今日は日焼け止めぐらいしか塗ってないから、明日もちょっと、明日はでも声ラジさんとかで顔見るからちゃんとしよう、ちゃんとしよう。性格診断、他メンバー、パシェに暇な時でいいからやってねって送ってたけん、ちょっといつかやってくれると思ういつかで、アーナはもうやったことあるって言ってて、何だったって言ってたかな、何だったっけな、アーナ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 仲介者かもって言ってた。間違ってなかったらって言ってた。みんなは何だった、あの何だったっけ、16ん？何だったっけ？16パーソナリティっていう、16個の人間には16個の性格があるらしいんですけど、それを診断するやつ昨日やってみたんで、みんなやってみてください。いやーてめえでこっちさ、はい、トゥ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 。え、そうなの、アーナとね、アーナと私一番相性悪いやつなんですよ。と思って、なんか占いを超えたんだねって言ってポジティブに終えたんですけど、そうおもろすぎん、さすがにそんなことあるって、この占いだけはもしかして当たってないんじゃねみたいなそう、誰か私と一番相性がいいのは誰だったかな、そういう、その人まだ一人もいないんだよね、いっちゃんいい人は。え、そうだよ、悪いやつは信じんの、いいとこだけ信じるんよ私そう、占いじゃ測りきれない運命、やばい。そうなの、ワイとアンナはそうなの、私だと思う、マジ。ちょっと待って見てみるね。私と相性がいいのは提唱者 INFJ、 提唱者の人いますか。あ、一番いいらしいです。テテテレテレテテ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 テレテテ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 テ。私的なパシちゃんの予想は提唱者マジだとめっちゃ合ってるけどね。アイドルが向いてる人はどの人なんだろう。トゥルルトゥル、本当私だな、あ嘘誰がいるかな。なんか昨日見た感じだと主人公と、管理者りょ、あ違う、主人公領事館冒険家巨匠エンターテイナーとかはいらっしゃったよね、みんなファンの皆さんの中に。私と一番合うこの提唱者いないんだよね。まず提唱者って何で思うけど、控えめふわふわ包容力ある共感者らしいです。誰だろう、誰だろう、誰だろうなみんなどれなんだ、これ面白い。私が今日いいねしてるところにね、ちょっと分かりやすいイラストのやつがあるんですけど、いいね欄見てみてください。トゥ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 
おお、擁護者です。おお。ちなみに天の声さんは、何だっけな、領事館だったかな、だったかな、え、合ってるかな、うん、だった。そう、しっかり調べてるらしい。楽しい。なんか占いとかあ信じんけど、いいとこだけ信じるけん楽しい、これ。うん、みんな何だった、これ12分以内でできるやつだから、10分ぐらい暇があるときにやってみて。みんな冒険者だった、擁護者だった。おー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 おお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 おとうとうとうとととと。会社でやらされるとこもある。どういうこと、これを、この診断を、え、そんなことあるの、すごいね。ほんでもなんかこれ時期で変わりそうだけど、自分の性格みたいな、なんていうの、なんか質問がむずくて、なんかうんーみたいな思いながら答えるのが多かったけん、変わりそうな気するけど。すっかりハマってる、本当にもうめちゃくちゃハマってる今これ。楽しいもん、何度でも見るよ私。でも私最なんか結構ちょっとオラオラって感じじゃない、私の幹部って大丈夫だって。私のなんかイラストのセリフ、なんでこんなこともできないの、かっこ圧とか書いてあるんだけど、私が喋ってる、私の性格の人が喋ってるセリフ、堅実ストイック文武両道、論理的、指導力ある、せっかち、上下関係は大事、責任感がある、頑固、ルールに厳しい、人を見下すとか書いてあるんだけど。やばくない、ちょっと気強。確かになんか自分の意見曲げるみたいなのはちょっとあんまないけど、形だけ曲げて内心では曲がってないみたいなのあるけど。まあそうね、中学の頃、うん、副部長とかやってたけどね。え、これは私この前あの、の中学の時の部長にもやってほしいな、私が仲良かった。え、これやったことあるって聞こうかな、聞いてみよう。今名前言いそうになって危ねえ。16パーソナリティやったことあるって聞いてみよう。性格診断、よし、ドゥリドゥルーク。バチェルモスターさんハートありがとう、ね、気になる気になる。え、アイコにも聞いてみようかな。あの私の動画に出てくれていたアイコにも。トゥトゥ、ルル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 ルン。初訪問の方どうもこんばんは、 ST48 2期生みほりんこと田中美穂です。やっほー、あいこじじゃないよ、あたいの親友。あ、あーもう無理。ちょっともう無理だな、どうしよう。オムオムオムよ、支えてくれ。ほ、無理かな、いけるかな、オムの背中で。ギリだ、いいよ。ラン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 、よし、性格診断。でもこの性格診断をこの10分間ぐらいこの質問に答え続けるってやつもちょっとだけめんどくさいよね。でも結果が気になるからやるけどさ。カツオさん結婚してありがとう、料理ができるなら。じゃん
じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃん。10分ってことは100問くらい。どうなのか、なんか12分以内にやってくださいみたいな書いてあるんですよ。だから多分10分くらいかかっとるかなーっていう予想で。おお、冒険家なんか多いですね。冒険家も多いよね。提唱者いないのかな。めっちゃイチャン合うやん。みんなのも気になるな。どうかな。とっ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 とね、なんで時間制限わかんないけど、多分直感で答えるというか、自分の本能で答えるっていうか、そういう感じだからじゃない。だから早めに終わらすみたいなとか、わからんけどかなって思うけど。寒くなってきた。すい。じゃじゃじゃ、カツオさんだるまありがとう。さあ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 さん。楽しいな。え、また冒険家がいる。すごい多いね。冒険家、冒険家は幹部を好きになりがちってこと。お、擁護者、お、またいた。ザ日本人って書いてある。めっちゃいいじゃん。めっちゃ優しい。なんかイラストの顔でわかるもん。なんか私のイラストドヤ顔だもん。なんでこんなドヤ顔ってくらいの。他のイラストは結構笑顔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 って感じのが多いんですけど、なんかこういうやつもうなんかないのかな。他になんかないかな。気になる。なんかこういうの他のでも、幹部でした。あ、一緒じゃん。すごい。ほぼ私ってこと。楽しい、こういうの見るの。イラストイケメン確かに多い。全部そんな感じじゃない。なんか美化されてる感じの。ありがたい。楽しい。え、こういうの他にないんかな。知りたいんだが。ドラえもん占いとかある。ちょっと待って調べたい。それはドラえもん好きだから、ちょっと同じ誕生日だからね、ドラえもんと。知りたい。調べよう。診断する。これかな。毎日の日願い事が一つ叶うとしたら、健康な体、美しい外見、天才的な頭脳。大丈夫、どうする。とにかく連絡。好きな場所、カフェ。お、来るよ。待って、なんかお、そこなんだみたいなとこだったんだけど。で、面白い。あなたは先生です。ドラえもんじゃなかったわ。先生だったんだけど。みんなやってみ。ウケる。先生だったんだが。ドラえもん診断みたいなやってみてください。私聞きたい。何ママ。ドラミちゃん。ああ、なんかいいとこやない。支えるみたいな、なんていうか。先生って字悪くない？そんなマイナーなとこ行くわけ。みんなやってみて。受ける。あ、ファンの人同士でもやった。え、面白い、楽しい。主要キャラじゃないのよ私。ドラミちゃん結構いい主要キャラやん。悔しい。
悔しい。でも全部の占いであの頭脳を褒められる嬉しい。そんなあれなのに。え、ドラえもんいいな。ドラえもんなんて書かれてるの。いいな。いいな。発明家とかになれるんじゃない、もしかして。私はみんなの保護者役な。あなたは先生タイプです。周りの空気を読んで行動するあなたは一見目立たないようでなくてはならない。みんなのまとめ役。あ、めっちゃ褒められる、嬉しい。常に中立に立ち、物事を客観的に捉える冷静な目もあります。しかし基本的には無口なのでおとなしい人だと思われがち。たまには自分の意見を言ってみてもいいかもしれません。合っとるかもしれん。あ、ドラミ結構いるよ。二人いる。ドラミママと一緒。え、自分も先生だった、嬉しい。出ると思わん結果やん。なんかスネオくんかな、のび太くんかなとかいろいろ思っとったら先生みたいな。びっくりしたっけ。ドラミいいよ。あ、でも自分の時間も大切にしましょう、だっておもろ。ドラえもんがいいな。人から頼りにされて自然と人が寄ってくる魅力。ドラえもんめっちゃいいじゃん。素晴らしい人だ。親友になろう。先生だったんだけど、なんでですか。私と一緒、お揃い。先生でした。じゃあ合ってるんだね。幹部の人は先生なんだね、絶対。ウケる。うん、他にもあるんだっけ。なんかキャラクター性格診断とかやったら出るかな。他にはなんかどれがあるのか、どんなのがあるのかな、キャラクターのやつ。ワンピースか。でもワンピース分からんけどいいんかな。私も分からん。でも出るよね。解決ゾロリとかもあるよ、なんか。ウケる。解決ゾロリもでも分からん。他はなんかアンパンマンとかないんかな。アンパンマン性格診断とかないかな。あ、クレヨンしんちゃんもあった、それいいな。クレヨンしんちゃんにしよう。アンパンマンないかも。クレヨンしんちゃん性格診断楽しい。楽しい楽しい。パパの人めっちゃおるし、ウケる。あなたはクレヨンしんちゃん、よし行くよ。クレヨンしんちゃんレッツゴー。誰だろう。あの、ぼーくぼーちゃんかな、どうかな。あるものを探しています。何ですか。友達同士が喧嘩している。うわ難しい。ダンジョン最下層の宝箱の中身は、好きな本の種類あったら入りたい。さあ誰なのかやってみたいと思います。でも主要だった、よかった。マサオくんだった。主要なの。主要じゃね。あの友達の中にいたら主要だよね。佐藤マサオくんです。積極性に欠けてて物事を上手にこなすことが苦手なようです。合ってるかもしれんよ、もしかしたら。人一倍努力家でもありますので、努力を積み重ねて頑張っていきましょう。え、ママウケる。ママやん、ウケる。私いつもなんかこんなやな、主要の人の隣とか、めっちゃそうじゃん。ママはミサエさんです。ミサエ白ね、白いっぱいいる、ウケる。ミサエもいっぱいおる、ウケる。白いっぱいおる。私白めっちゃ買うやん、ウケる。ママミサエです、ウケる。ママ、ママはママなんだね。おもろ。通り部の性格診断、それやりたい、それやりたい。東京リベンジャーズ、私今日そういえば東京リベンジャーズのものでも買ったものがある。そういえばもうバッグにつけちゃったんだけど、ちょっと待って。しんちゃんのおじいちゃんって何、そんなとこあんの、キャラクターに。ウケる。めっちゃ面白い。あ、また落ちた。見て、イエイ。胸ぐらをつかまれて強烈なパンチをグラでよろけて。見て、マイキーくんのなんかこういうやつ買っちゃった。めっちゃしっかりしとるんよ、生地が。
だけん買っちゃった。かっこいい、かっこいい。ちふゆが好きなの？私のいとこと一緒、12歳の私マイキーくんのかっこよさに惹かれて、もうマイキーくんしかガタンってなってる。まあタケミッチもいいんだけどね。そう、ちょっと東京リベンジャーズのやってみたいと思います。 GO！ もうママできたん、うん、早くない？みんなは誰だった？マイキーくんだったら多分好き。ああね。結果を見る。ちふゆだった。わあわあ、え、すごい。しかもなんか合ってるし、すごい。ちふゆでした。松野ちふゆさんでした。松野ちふゆさんはですね、やや頑固だが強い自制心を持つ真面目なあなた。だって頑固めっちゃ出てくる。絶対頑固なんやろうな、こんなに頑固って出てくるんだったら。誠実性が高く自分を律する高いセルフコントロール能力が強み、勉強や仕事においても粘り強く取り組み安定した結果を残せるタイプです。成果を残せるタイプです。あ、違う。バルハラに入るための踏み絵として殴られ続けても尊敬の念を忘れず擁護し続けた松の地冬のように忠誠心も高い傾向にあります。へえ、私だったね。私だ、地冬。空気を読んで行動することができる。チームのサポート役。へえ。一方で他人を優先するあまり自分自身を、あー、なるほど。ママは、ママはひなです。モテるな。ひな、いいやん、モテるね、守られるね。でもひなも守ってくれるもんね、タキミチくんもね。へえ。確かに社交的で明るく優しい心の持ち主。マジでそう。ママは本当に初めましての方でもめちゃくちゃ話すもんね。ひなだ、ひなちゃん。お、三谷さんもいっぱいいるね。え、三谷さんは、え、合ってるかな、かな、さりげなくかっこいい、なんて言うんだろう、なんかあまり存在感は出さずにでもやっぱりそばにいてちょっと強いんですよ。ちゃんとマイキーくんのそばにいてちゃんとしっかりかっこいいけどでもあまりそれ出さないみたいな人がいいと思うよ。いいと思うよ。キサキテッタとかだったらちょっとって感じかもしれないけど、三谷さんはかっこいいね。マイキーだったの？羨ましい。かっこいい、いいな、羨ましい。待って、爪の色なさすぎって思ったんだけど。え、サンリオもやる。マイメロがいいな。なんだろう、結構東京リベンジャーズのはめちゃくちゃ嬉しいな。地冬嬉しいな。マイメロしかも可愛い画面からやってみます。12個の質問に答えてね。音符。久しぶりのお休み、あなたは何をする？これ、新しいお友達と初めまして、そんな時あなたは恥ずかしい。今一番行きたいカフェはどんなカフェ？インスタ映え。お友達と向かったお店が休業日だった、そんな時どうする？はい。ケーキをデコレーションすることに、どんな風にデコレーションする？はい。お友達が道に迷ったみたい、そんな時あなたは？こっちかな、むずい。自分が三流。お友達が悲しんでいる時、あなたならどうする？うん、お友達と喧嘩しちゃった、謝りたい時、あなたならどうする？
ー難しい、どっち、うーんお友達にケーキを作ったよ、どんな褒め言葉だと嬉しい、こうかな、待ちに待った海外旅行、旅先でのあなたはどんなタイプ、計画、あと2個です、私質問、私だけの空間、あなたのお部屋はどんな感じ、うわー難しい、いやこっちになりそう、最後です、お友達から今会え、間違えた、お友達から今から会えないの連絡、あなたならどうする、うわー難しい、今から会えない、うわその用事がどんな感じかによるな、うわ難しい、最後、え迷うからこっちにしよう、よし、私はシナモロール、シナモロールだった、めちゃくちゃに主要なキャラクターだった、ちょっと嬉しいな、めっちゃ主要やん、もうなんなら一番主要やんそんなキティちゃんじゃないん、あそっか、キティめすごい、ママポムポムプリン、ポポポポリン遊園券遊園券、ポムポムプリン、ポムポムプリン、おー、だってグデタマ、グデタマタマ、グデタ、なんかグデタマ可愛いな、絶対性格知りたい、私は嘘、周りの人が大好き、社交的かつ愛されるタイプ、嬉しい、なんか褒め言葉しか書いてない、すごい、サンリオありがた、ヒーローのような心温かく、好きな人のためにあれこれ気を使ってあげたいタイプ、良好な人間関係のためにエネルギーを注ぐタイプ、楽しい、ママはポムポムプリンちゃんは、めっちゃママじゃない、スポーツや食べ物、お友達とのおしゃべりなど五感を満足させることを楽しむって、めっちゃそうじゃない、すごい、確かに社交的かつユーモアあふれる、間違いない、すごい、めっちゃそうじゃない、はでもほら初めて会うお友達にも先入観を持たずに仲良くなれるオープンな性格、ママだ、すごい、グデタマはお家が好きなのね、何アグレッシブレツコなんて言うの、アグレッシブ誰誰アグレッシブ誰誰、こんにちは、あなんか見たことあるっちゃあるね、サンリオのキャラクター、キャラクター対象順位20位、レツコ頑張ってるよ、レツコ、なんかで見たことある気がするって感じ、そうか、なんか他にない、進撃の巨人とかないのかな、せい、あ間違えた、キャラクター性威嚇心、もしかしてある、ない、あるかもしれない、もしかしてね、進撃の巨人あった、進撃の巨人好きなんだよね、だからやるね、あとあディズニーもいいね、やろ、では進撃の巨人からやりたいと思います、ハリーポッターもある、待ってそれがやりたい、次やる、もしあなたが冒険家だったら下記のうちどこを探検したいですか、ムズ、これかな、軍人だとして上官が理不尽な命令を下しても従いますか、従うしかないよな、あなたが一番友達にしたくない性格のタイプは、難しい、これユ
ぴゅハートありがとう。今私進撃の巨人のやつやってます。上司から自分が不得意もしくは嫌いなお仕事を振られたあなたはどうする。やるしかねえ。家計簿をつける習慣、ごめんなさいね。明日の降水確率は 50%。 うわー 50% って迷うな。70とかならちょっと持っていくけど、50、うわ 50、 いやでも50あるのか。ギブアンドテイク、与える人こそ成功する、この考えに同意する。うん、旅行やテスト前はすぐに寝つけない。あー確かに。うわ友達が1時間の遅刻、許せんな。新居に初めて引っ越してきた時どこから掃除する。リビング、どこ。結果、おー、サシャブラウス。芋大好きな子だっけ。最近ちょっと内容忘れちゃったからあれだけど、芋大好きな子だったよね。食欲めっちゃある。待って死ぬ。食欲めっちゃある、ウケる。ママやった、何のやつ。進撃の巨人の。あ、やってない。ちょっとやって、ちょっとやってやって。え、一瞬ウケる。あの芋、ふかし芋大好きでめっちゃ食べてる人です。だから食欲がすごい。獣のような本能を持っていた。倉庫から肉を盗み仲間に分け与えたこともあったが、その後リヴァイ班に加わった。あなたとの性格と似ているのは堅実で現実的なことを考え、物事の本質を見極めることができます。ありがとうございます。大食いやからだ、絶対そこじゃん。ウケる、ウケる。あ、ハンジさんかっこいい上司だったっけ。ハンジさん全然も記憶がないんだけど、クリスタってなんかいろいろなんか秘密にしてる子じゃなかったっけ。忘れちゃったけど若干。で私はハリーポッターをしようで、ママのも聞こう。でもキャラクターの性格とか忘れたかも若干。天の声さんは何かな、何かな、何かな。ハンジ添えって何。お、ハンジさんだ。なんか上司、女の上司、うんうんうん、合っとる。なんかかっこよさげの女の上司やった気がする。なんか、うん、うん、他人の長所や短所を探り、そこから教訓を得ることが得意で、うん、普段から自制心を持って物事に取り組むことができます。はぁ、ハリポタのやつはちょっとどれで、どれだ。なんか男性編しかないの、なんで。あ、女性編あったね。ハリポタ男性編と女性編で分かれてる。ハリーポッターキャラクター診断をやっていきたいと思います。これです、このやつです。みんなも一緒のできたらやろう。楽しい。これラストね、ハリーポッター好きだから。測定スタート。うわー、これかな。どんな格好で卒業パーティー。うわー迷うな。でもこれもいいな。学歴、あ、ちょっと待って、どれでもない。待って、学歴どれでもない。どうしよう、どうしよう。うわ、どうしよう。 なんか勝手に大学卒業にしとこう。ちょっとごめんなさいね、嘘ついてしまった。うん、自分の守護神、カフェ、規則を破ったこと。動物もどきだったら、動物に変身できる能力だったら
何になりたい。うわ難しい。うわこっちかな。以下の呪文で好きなの、アクシオ、エクスペクトパトローナム、ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサ、あなたのはウィンガーディアムレビオーサーってやつだ。ちょっと待ってごめん、一人で盛り上がってる。どれにしようかな。うわうわ、でも離れたものを呼び寄せる、離れたものを呼び寄せる、いいな、これいいな。あなたの髪の色は真っ黒、自然色だ、自然色。もしこの世界が邪悪な力で支配されようとして、あなたが唯一それを救えるヒーローだったら頑張る暇な時以下の選択肢でやるとしたら、試験、部屋の掃除、歯医者さんに行く、1週間で1年分の宿題を終わらせること。え、迷う、めっちゃ。掃除と歯医者さんで迷うな。あ、宿題終わらせるもいいな。うわ迷うな。いや、うわちょっと待って、うん、難しい。これ難しくないですか。今性格診断やってます。いやこれにしよう。よし、最後の質問、もしあなたがホグワーツ生だったら暇な時間に何をする。湖を散歩しながら巨大イカを探す、ハグリッドのとこに行っておしゃべり、クリッチをする、図書館に呼び出る、ハグリッド。はあ、嬉しい、ハーマイオニーだったんだけど。待って、なんか消えた結果。え、消えないでくれ。え、ハーマイオニーだったんだけど、ちょっと待って、でも消えたんだけど、なんで消えたのよあなた。結果、待って、ハーマイオニーだったんだけど結果が見れなくなっちゃった、辛いハーマイオニーだったよ、みんな聞いて、ハーマイオニーだった人教えてぐらい、教えてほしいぐらい。消えちゃった今、なんかハーマイオニーだったんだけど、さっきと同じ答えを押してやったら見れるかな。タッ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 、さっきと同じ答えを打って見つけよう。これでこれでこれで自然食、ふうふうふう、これよし、来た、ハーマイオニー来た。ジニーってなんか妹、ロンの妹とかだったっけ。え、待って、違うかな、ちょっと待って、自信ない、自信ない。ママもなんだ気になるね。やった、私同じのやったんか分からん。グリフィンドールって変な人違う、グリフィンドールはチームチームなの。いけん、じゃあ分かんない。キャラクター性格診断押してください。うん、めんどくさいもんハーマイオニーだった、嬉しい。ハーマイオニーは、あなたはとても冷静沈着な人です。自分の意見を周りにひけらかすとき以外あなたはとても強い魔女ですが、周りにはミステリアスな印象を与えないようです。聡明な頭脳を持っているあなたは、理性やロジックで自分を支配し、傍から見るととても孤独な人です。一人が好きなわけではない。あなたが一人になったのは、きっと他の人から心ない評価を受け、自分が傷つくのが嫌なのでしょう。あなたは友とお互いに高め合うことを求め、自分の力で周りを助けることを好みますらしいです。私ハーマイオニー私ハーマイオニー、よろしくみんな。へえ。ハートロンウィーズリーって書いてあるけど、ロンの人とラブってことかなってことかな。楽しい、こんな感じでした。ユキピー、ウレピー、ウレピー、ウレピー、ハリーポッターでしたって、かっこいいかっこいい、ハリーポッターなの、かっこよすぎるってね。占い、そう、私もさ普段やらないのに、なんかこうやってみんなで共有しながらやるのめっちゃ楽しい。ちょっとまた面白いの見つけたらぜひ教えてください皆様ね。いつの間にか1時間経っちゃったから、ちょっと私明日朝ちょい早なので、こ
この辺で終わりたいと思います。付き合ってくれてありがとうございました。ということで22位のみほりん賞からいきます。22位は島風さん、そして13位篠原くん、12位ゆうぴょん、11位チョコミントリス、10位ジョーさん、9位東京特許許可局局長さん、8位レグルスさん、7位リーツさん、6位大地さん、5位オロチさん、4位アクアット自称みほパパさん、3位竹まつるさん、2位ひでかっぱさん、そして第1位カツオさんでした。ありがとうございました。はぁ、ということでこの辺で配信終わりたいと思います。明日はいろいろと恋ラジと公式のショールームとぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。楽しかったね、ありがとうございます。ちょっと占いにハマりかけて、占いというか性格診断というかにハマってますね。また面白いの見つけたらぜひおすすめ教えてください。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんグー、ありがとうございました。ではまたね、バイバーイ。